マイ g イ y 今回はですね、ちょっと動画を作ろうと思ったんですが、最近なかなかちょっと疲れてしまいまして、えー、元旦でさえ二人レッスンあったとかね、えー、そんな感じで結構ふらふらになっておりましてね、毎日やってたライブ配信もちょっと今ストップしてるぐらい体力回復を目指しております。そんなこんなもあって、この動画、 一発撮りを目指しております。えー、編集ももうほぼなし状態でいこうかな、みたいなね。あの、切り張り的なことね。えー、まあ、それを置いといてですね、今回タイトルにある、あの、絵の音をね、えー、それについてお話をさせていただこうと思ったんですけど、ずっとね、いろんな方、発音セミナーだとか、スカイプレッスンだとかで教えてて、絵の音が高く響きすぎる人がすごい多いなと思って、それでこの動画作ることに決めたんですね。で、あのー、 どんな単語の中でそれがね、気になったのかっていうのとか、もうちょっとね、このまま話入っていこうと思うんですけど、あの、よくね、両親っていう単語で、えー、両親というか親という単語で、parent ってありますよね。parent。これ多くの人が parent って言うんですよね。parent。で、この発音ね、parent。 parent っていう風にかね、アクセント2箇所あるのみたいな感じに響いてしまってる人がすごく多くて、で、この絵の音がどうもみんなね、高く響かしてしまう傾向があるんですね。で、この日本語で p a レ e n t ってね、もうカタカナで書いてたり、p a レ e n t a l control とかっていう、そんなもうカタカナ語になったりもするんですが、レっていうあの発音が、綺麗な英語の発音の邪魔をしてるんですよね、すごく。なので実際のところね、parent って言って、レっていう音響いてこないんですよ。で、これね、発音記号もちょっと見ていただこうと思います。どうぞ、これです、発音記号ね。こんな感じでね、R の後にある母音の記号があれ、絵の音をそもそも指してないんですよね。えー、曖昧母音の記号になってるし、なおかつ、括弧にくくられてるんですよね。でね、こういう括弧がついてる母音っていうのは、言わなくてもいいよっていう、そういう印なんですよ。 いうことは、p ペアの後ね、p ペアの後ね、rent って言って、曖昧マイのるのと入れて、rent っていうか、曖昧マイ決して、rnt で rent っていうか、どっちかなんですよね。なので、アイマイボイ使うと、parent、parent で、曖昧マイ取ると、parent、parent。 ほとんど変わんないよね。<laughs> っていう感じなんですが、あの、曖昧ボイいだから、R 音とそもそも似てたりもする部分もあるのでね、余計わかりにくいと思うんですけど、A の音が入ってないです。でもうこれもう一回 A の音を入れてやると、Parents、Parents ってなっちゃって、Parents、なんか Parents みたいになるんですよね。それを A を取りましょう。Parent、Parent っていう風に、A の音を下げて下げて下げて。 え、高い音出ないようにこれ気をつけましょう。で、他にも、え、レッスン中にすごい気になるのが、名前を表す、name っていう単語なんですが、これも、えの音高くして、name っていう人すごい多いんですよ。name.my name is みたいな感じでね、name って言ってるんですよね。なので皆さんもこれね、name って言わないように気をつけましょう。name。低めに name ってやると、きちんとした英語の発音になってきます。なので、name って言わないで、name。 ネイムじゃなくてネイムっていうふうに下げて下げていう努力をしていただけたらと思います。それ以外にも、さっきのね、ペアレンツみたいなペアレンツみたいなあんな感じで、なんか2カ所アクセントあるのっていうふうにも思えてしまうようなやつが、形容詞にあの最上級の EST をつけたやつですね。例えば、あの、一番年を取ってる、一番古いとかだったら、形容詞の old に EST をつけて、oldest,oldest oldest ってなるんですけども、えー、これもね、dest にしちゃって、oldest,oldest oldest っていうふうになんか、まるででにアクセントがあるのかなみたいな感じになってしまうんですね。これも皆さん気をつけましょう。oldest,oldest oldest っていうふうに、でってしないように気をつけてください。その他にもね、えー、レンズね。レンズって言っちゃう人すごい多いです。lens,lens lens っていうふうに、 え、じゃなくて、え、にするっていうことですね。で、これね、あの、日本語の、えー、あ、いう、え、お、のこの、えの音っていうのは、例えば、今のえって言った音は、ラーメンとかね、ラーメン、そうめんとか、高い声のアクセントが入っていないところで登場するえの音なんですね。まあ、日本語ってもう高い音を使ってアクセントを出すので、えー、アクセントのないところだったら、今の落ち着いたえが出てくるんですけど、例えばね、 天気、天気、剣道とか、高い音がついてくるやつ。そこでの絵っていうのは、今のあいうえおの絵とだいぶ違って、喉にキューッと力を入れて、あ,あいうえおみたいになるんですよ。それを使って言うと、天気とラーメン、麺、天、全然違うでしょ。え、えって言っちゃってるんですね、あの音ね。で、その絵の音を、Parents とか、えー、Name とか、 eh, all dance とか eh, t e っていうところで皆さん使っちゃったりすることがあるので、えー、なるべくこのね、高い音出さない出さない、もうここ意識してやってもらえたらと思います。やっぱさっきのね、parents と、parents, parents, parents, なんか、うん、変でしょ <laughs> っていう感じで、えー、この絵の音、意外な盲点、えー、だという意見も、 え、学習者の方々からいただいたので、ちょっと動画にしてみました。えー、ぜひ皆さん気をつけてください。まあ、発音セミナーではね、えー、個人個人の方の発音を聞いて、こういうところも気になったら皆さんにご指導させていただいているので、まあ、セミナーだとか、スカイプレッスンだとか、ぜひ受けていただけたらと思います。ということで、またいろんな情報、セミナー1月もやってるんで、2月もやるんで、えー、下に情報はあるので見ていただけたらと思います。 あと、やり直し中学英語、高校英語、第3期生を募集中なので、えー、ぜひご検討ください。ということで、今回の動画は以上です。また次お会いしましょう。See ya! Bye!